スコットランド貴婦人の肖像画、スコットランド国立美術館、ジョージ・ジェムソン、1587年2月18日から1644年12月11日は、スコットランドの肖像画家、スコットランド北東部のアワディーンに生まれた。伝説によれば、父親は、石膏の親方で、息子に優れた教育を受けさせるために息子をアントウェルペンに送り、 ピーテル・パウル・ルーベンスの画房で、同じく、ルーベンスの弟子であった、アンソニー・バンダイクと共に修行を積んで、1620年に、アバディーンに戻ったと伝えられてきたが、アントウェルペンの画家組合に、登録の記録がないことから疑わしいとされている。美術史や、エルンスト・ゴンブリッジの研究などから、ジェムソンは、アバディーンからエディンバラに移って、叔父の装飾画家の工房に徒弟になって、 1618年まで働いた。1818 18年から再びアバディーンにいた記録の残る1620年までの間の自責が不明であるので、この時アントウェルペンで修行した可能性はないわけではない。エディンバラでは行政長官のお抱え氏として1633年に初めてスコットランドを訪れた国王チャールズ一世に禁定するために、 スコットランド国王たちの肖像画を何枚か描かされた結果、その業績を国王から認められ、国王自らが所有する指輪を授かることとなった。これによって評判は不動のものとなり、スコットランドの貴族や富裕層の肖像画を次々と任されるようになった。1644年にエディンバラで57年の生涯を終える、ジェムソンの巧妙な弟子の一人には、 ジョン・マイケル・ライトがいる。マイケル・ライトもまた、ジェムソンと同じく、チャールズ一世の肖像画を任されたが、ジェムソンのように、行政長官たちの言いなで絵を売るようなことはしなかった。ジョージ・ジャメソネ、1589,1590から1644、ポートレート・ペインター、スコットランド国立美術館、2008年1月5日閲覧、ありがとうございます。